皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木由紀チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。昨日の動画で、このファミコンファミリーのーマークの入ったファミコンの、白い部分ですね、これを、ワイドハイター IX パワーにつけて、漂白をしようということだったんですけれども、まあ2日間、つけ置きして、まあここまで、白くなりました。はい。といってもまあビフォーが横にあるわけじゃないんで、ちょっと分かりにくいかなとは思うんですけど、まあ見た感じ、まあ、こっちほど黄色くはなかったですけど、まあ黄ばんでた色がだいぶこう白くなった印象ですよね。はい。ただここの、ファミリーコンピューターって書いてあるこのえんじ色の部分ですね。ここがちょっと色が冷めちゃったというか、まあここが一緒に漂白されちゃった感じで、ちょっと、他と比べると明らかに色が薄くなっちゃいましたね、このエンジ色の部分の色が。はい。おそらくここに保護フィルム的なものは貼ってあるはずだと思うんですけど、それがこれは剥がれちゃってたんで完全にね。なのでこのエンジ色の部分が完全にというか、まあちょっと色が冷めちゃった感じになりましたね。はい。まあともかく、これで一応ケースは漂白が終わったということで、まあドミノ移植ということですけれども、まず、こちら、ほぼほぼいけるしカバネ状態の本体、ただ基板は生きているので、基板をこちらの、新しいんですけどゲームが起動しないこの基板とこれをまあ入れ替えると言いますかね、こちらからこちらにその基板を持ってきて、これは外しますと。はい。この白い基板とあとは、外しておいたコントローラーですね、1コン2コンをこちらからこの最初の本体の方に移植をしますと。はい。ではその作業の方をやっていきたいと思います。じゃあまずはこのいける屍の本体からちょっと分解してみたいと思います。といってももうすでにネジは外してあるので、まあ、簡単に外れると思うんですけど、カセットのレバーのやつをまず外してと、あとはまあ止まってるネジを外せばいいんですけどね、まあ、止まってるといってもこの電源スイッチだけなのでこれを外しますと。ちょっと映ってますかね、でこの基板はこちらの2の方のファミコンに行きます。はい。でこちらの、こちらの白い側の方はこちらに行きます。なのでじゃあこいつに、組み付けていきましょうか。じゃあこっちも分解しましょう。この一番から外したものはこちらで使うことにします。はい。まあこの時点でドミノ移植じゃないかっていう話なんですけどね。
さあ、というわけでこちらの本体に感じてこの綺麗になったケースに基板を取り付けていきます。リセットボタンがついてなかった。というかエジェクトレバーもついてないじゃないか。これで、はい、まずは1号機完成ですね。はい、じゃあ2号機を同じ要領で組み立てていきます。こちらで、ファミコン2台余りということで、残るはこちらの、株台の側と動かない基板ということになりますね。はい、とりあえずこれで、ドミノ移植というか、まあ、ドミノ移植となんか2個1の合わせボタン1本という感じになってしまいましたけれども、はい、これで綺麗なファミコンと、黄色いファミコンと、動かないファミコン、はい、これで、終了です。はい、というわけで、まあ、ドミノ移植と、まあ、ニコイチを合わせたようなものでできたファミコンと、まあ、ドミノ移植で、あとは漂白をして綺麗にしたファミコンと、まあ、一応2台生きたものを作ることができました。はい、まあ、こっちはね、まあ、2日間だけですけど結構白くなったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、それぞれ、ゲームの方をちょっとテストプレイしてみてどっちもちゃんと動くようにはなりました。はい、まあ、ちょっとこっちの方はですね、ちょっとマイ通行のマイクのノイズが乗っちゃったり、あとはちょっと電源入れてもうまくソフトが起動しなかったりすることもありますが、一応遊ぶことはできます。はい、まあ、この先どれだけ遊べるか分かりませんけれども、まあ、この2台、胴体保存していきたいなと思っています。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。